にちは、ゆりです。いちです。ゆりチャンネルです。今日は、じゃーん！フランフランで新居のインテリアを約10万円分購入しました。イエーイ！こうやってね、お引っ越ししてきて、いろんなインテリアを見てきたんですけど、フラッとフランフランに立ち寄ったら、今のフランフランってほんとすごいんだね。探し求めていたものが、デザイン性もあって、もうとっても可愛くって、私たちの理想のお部屋の雰囲気にぴったりなインテリアや雑貨が置いてあったので、そうだよね。ついつい買いすぎちゃった。でもどれもとってもいいお買い物ができたので、早速紹介していきたいと思います。じゃあまずは小物から紹介していこうか。そうだね、これちょっと危ないから本当にぎゅうぎゅうだね。俺たち埋もれてるからね今。よし、じゃあまずはこの紙袋の中から出していこうか。出していきます。まず新しいお家用にじゃーん、こちらのスリッパを購入しました。いやー、かわいい。かわいい、なんて高級感あるスリッパなのこれ。ゴールドでビジュもついていて、とてもゴージャスなスリッパなんですけど、こちらはなんと 30% オフで購入することができました。すごい嬉しい。本当は一郎くんとお揃いで履きたかったんですけど、女性用のサイズしかなくって一足だけ購入しました。俺が履いたらパツパツでした。どんどんいっちゃおう、どんどんいっちゃおう。これ系全部いっちゃおうか。じゃあ1個ずつ開けてこっか。はい、じゃあ私これ開けるね。毎回それじゃん。ゆりちゃん、ゆりちゃんそれ毎回それ聞いてる気がするぞ。この曲を聞いたら、気になるでしょ。気になる。チャチャラララチャランジャランジャランジャランチャラララララチャ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 。もう登場しております。あ、登場します。全部開けちゃおう。そうだね、フランフランでお皿をいっぱい購入したんだよね。そうだね、フランフランのお皿はね、本当デザイン性があって、あとお値段の割にすっごいゴージャスなんだよね。一つ目はこちらのシャインガラスボールを購入しました。縁がゴールドになっていて、使いやすいサイズだよね。使いやすい、これでアサイボールとか食べたいもん。で、同じ種類の平たいお皿だね。こちらをセットで購入しました。高級感あるね。今回のお部屋のテーマは、ジロ君が今回は決めたんですけど、そうだね、テーマカラーはゴールドでございます。なので1点目も2点目3点目もゴールドが続いたんですけど、そうだよね、4点目も、はい、ゴールドでございます。ゴールドです。これ一見さ、何の変哲もないお皿だって思うじゃん。でもこれね、ポリプロピレンって言って、すんごい軽い素材でできてるのこれ。ねえ、軽いし割れないお皿なので、使い勝手もいいですし、なんとこちらお値段が500円。安くない？安いよね。お値段以上、お値段以上。これ続いては、私チョイスのものなんですけど、じゃじゃーん、こちらのツイード柄のプレートを購入しました。私はツイード柄が大好きで、お洋服でもよく着るんですけど、ツイード柄のお皿って、なかなか見なくて、なかなか見ないし、プリントじゃなくて、ちゃんとザラザラしてるの。そう、だからとっても高みもするし、おしゃれで可愛いなと思って購入しました。マグカップとかもね、買いたかったよね。そうだね、これでもね、新作みたいです。ぜひ見てみてください。で、キッチン系最後、はい、こちらは、はい、こちらは雨傘です。キッチン系じゃないんじゃないかーい。違いますよ、ランチョンマットです。ちょっとシャンパンゴールドかな、キラキラしていて、形もとても可愛くって、可愛いね。購入したお皿との色合いの相性もとても良かったので、こんな感じでだからかな、素敵だなと思って購入しました。お皿系は一式揃ったね。揃ったね、本当にもうこれだけでも結構大満足なんですけど、まだまだいっちゃおうか。あとは紙袋最後に入っていたのは、はい、すみません、私の個人的なお買い物になります。こちらはスマートフォンストラップです。開けてみようか。開けてみます。開けてあげるね。スマートフォンを本当にいろんなところに置き忘れてしまうんですよね。お家でもスマートフォンどこかなって、そうだね、ちょっと電話かけてくれないかなって頼むことが多くて、毎回言われるよ。手に持ってても、iPhone15 Pro Max を使っているので、
て重たいんですね。手にも負担になるのでストラップを購入しようと思って、こちらのねストラップがとっても可愛いんですよ。可愛い、しかも俺の大好きな黒金だで、美しい、とってもしっかりしていて、こちらを購入しました。つけてみます。ありがとう。うわー、すっごい畳みする。可愛い、一気に可愛くなった。ゴージャスになった。おお、すっごい、いいじゃん、いいじゃん。可愛い、可愛い。これだったらどんなお洋服にも相性抜群だと思うので、うん、これからなくしません頼みますよゆうちゃん先輩、はい、頼みますよ、マジで。ちなみに今の私のロック画面です。可愛い、恥ずかしい、シジズマちゃん恥ずかしいね続いてこちら、うわー、そうだよ。うわ、あ、待って、これ結構大きいやつだ。あ、大きい。こっちアドの方がいいな。これ皆さんからのアドバイスをもとに購入したやつです。懐かしい感じしない？インテリアとか買うの。そうだよね、お引越しするのが4年ぶりだったので、うん、そう、4年ぶりだし、あんまりさ、お引越しの回数って少ないじゃん、人生においてね。楽しいよね、楽しいんだよ。じゃーんうん、私たちもあれあれあれ、テーマカラーに沿いすぎてる。見事に3種類ともゴールドっていうね。じゃーん、じゃーん、クッションカバーでーす。はーい。でもこれはゴールドといってもシャンパンゴールドで、とっても綺麗なカラーだよね。そうね、シャンパンゴールドと、あと大きなこのお花柄が目立つ、うんうん、これもゴールドだね、うん、このモザイク柄のクッションカバーです。3点並んでると可愛いよね。可愛い。フランフランでね、クッションカバーってよく買っててね、うんうん、これもね、ちなみにフランフランなんだよね。可愛、うんうん、いクッションカバー多いよね。可愛いし、あれこれゴールドじゃないありがとういつもありがとう、本当に金運が上がりそうです。あ、そういうことね、確かに確かに続いてはカバー系ですね、うん、そうだね。クッションカバーに続いて、じゃーん、じゃーん、こちらは掛け布団カバー、こちらがマットレスカバー、そしてこちらが枕カバーです。こちらも、うちろくんはゴールドが良かったんですけど、こちらもお部屋中がゴールドになってしまうと思って寝室はホワイトグレーベースがいいなと思って、うん、こちらを選びました。そうだね、朝目覚めてからこうゴールドってちょっと目に優しくないかもしれないからねこっちのリビングは一郎くんの好みで、うん、ベッドルームは私の好み、うん、分担しています。分担しています前もフランフランで買っていて、ほんとフランフラン可愛いものが多くて。そうだね、ほんとにね、フランフランはデザイン性がほんとによくって、うん、高級感あるデザイン性が特徴だよね。そうそう、こちらを購入するまで、うん、前のお家のカバーで寝ていたので、あんまりお引越ししてきた感じ、新居感がなかったけど、うん、新しいシーズンに変えることで、うん、また気分もね、心機一転すると思う。上がる上がる、うん、確かにね。じゃあ最後はこの袋から、ちょっと袋から開けてみよっか。すごい、新しいベッドだ。はい、こちらは私たちの愛犬シージューとパンちゃんのベッド、ニューベッドでございますシージューもパンちゃんもクッションの上で寝るのがとても大好きなので、うん、こちらの大きいふかふかのベッドを購入しました。しかもここにね、うん、足を置いて、うんうん、でここに頭がちゃんとこう、うんうん、コツンってこう乗せられるね。そう、ちょうどいいじゃんと思って購入したんだよね、うんうん、気に入ってくれるかな。ちょっと後で乗せてみようか。乗せてみよう、うん、さあ、続いてはよいしょよいしょ。おー、何を購入したかと言いますと、じゃじゃーん、あれ、なんかまたゴールドじゃんじゃーん、はい、こちらは掛け時計です。眩しいね、ゆりちゃん、これ眩しい。でもおしゃれだよね、この時計、うん、こうやってやったら分かりやすいかな。うん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 、前の持ちの時計は、うん、とっても大きくって。そうだね、あれ結構いろんな方にその時計大きいですねって言われてたもんね、うんうんうん、かなり今回はコンパクトになったのではないでしょうか、うん、でもさ、俺たちさ、これこれだけのさ、面積に対して時計がこんだけしかないの、うん、俺たちさ、うん、極端すぎない？確かに、しかも数字が書いていないので、うん、こう何時かっていうのは感覚で覚えないと、しばらくの間練習しないと1時間単位で間違えてしまうのでうんうん、うん、待って待って待って、確かに言われてみればそうだったね。そうだよ、今気づいた。じゃあ、じゃあ勉強しないと。まあでもデザイン性はねすごくいいから、うんうんうん、これこうやってね。そして残りは大物2つ、こちらとこれなんですけど、これは大きすぎてルームツアーの時にお見せした方がいいかもしれないね、うんうん、全貌はね、うん、だからこの動画ではちょっと一部始終だけ、一
一部始終だから全部だよ、全部あ、そうか、全部一部だけあ、一部だけね一部だけね間違えたやばいやばい、さっきのこの時計のせいで頭おかしくなっちゃったよ、はい、せーの、じゃじゃーん引っ越ししましたっていう動画で、うん、少しお部屋の様子が映った時に何が足りないですかと私たち皆さんにご質問したら、うん、皆さんからたくさんのアドバイスをいただいて、うん、ここで一番多かったのが、うん、楽を弾いた方がいいかなっていう意見だったんだよね、うん、そうだね。なので早速購入しました。購入しました。フランフランのラグも可愛いものいっぱいあったよね、うんうん、本当にいっぱいあった。これね、近づいてみると分かるんですけど、うん、ちょっとラメラメしてるんだよね。そう、キラッとしてる。でこのマットを選んだ一番のポイントは、これはなんと洗濯機で洗います。すごいすごい。私たち前のお家でラグを一回購入したことがあるんですけど、そう、オーダーしてね、お値段も張ってね、たったいいものを頼んだんですけど、うん、パンちゃんがねパンちゃんのおしっこの餌食になりました。そうなんですよ、やっぱワンちゃんを飼ってるとマットとかにこう慣れなくって匂いをつけたいから、うん、そうだね。こう普段はおトイレでできるんですけど、ラグにはねどうしてもなんかしてしまって、しかもパンちゃんってお外でお散歩してる時も草むらとかで、あ、そう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 、ね、おしっこするよね。草むらだと思っちゃうこれがね、そうそうそう。でもこちらは洗濯が可能なので、可能、うん、しかも手洗いじゃなくって洗濯機で洗濯できるんだよね。 それはもうワンちゃん飼ってる家庭にはありがたいし、ありがたい。清潔感を保ちながら使うことができるので、うん、買い替えることなくコスパいいなと思って購入しました。意外と薄くて折りたたむことができるので、うんうんうん、それでね洗濯できるんだよね。そうなんです、うん、薄いんですけど多分敷いた時は意外と厚みもある、うん、要する何が言いたいかっていうと休みへしない、うん、薄いんだけどペラペラしすぎていないので、そうそうそう、ちゃんとその重厚感が出るラグマットだよってことを言いたかった、うん、そうそう、それだ、それそれ。聞くの楽しみだね。楽しみ。イメージがかなり変わると思う。変わると思う、うん、では最後こちらです。釣れた釣れた。これもねちょっと組み立てるのにね時間がかかりましてですね、こちらもじゃあルームツアーの時に紹介しようか。う、頭だけちょっと見せる。そうね、頭一部始終一部な一部こちらは青山店で購入したんですけど、うん、種類もたくさんあって、うん、ディスプレイもたくさんあって、うん、イメージもつきやすいし、フランフランの青山店大好き。楽しいよね。楽しい楽しい。開けないです。気をつけて気をつけて、危ないよ。俺が切る。でもね、あ、フランフランにこういうの売ってるんだと思った、うん、知らなかった。せーの、あ、じゃじゃーん。それだけでわかるかな。意外と頭でもなかったね。せーの、じゃじゃーん。わかる？これわかる？わかるかも。こちらはシャンデリアです。かわいい、めっちゃかわいい。シャンデリアなんですけど、こちらは上から吊るすタイプではなくて、うん、フロアランプのタイプのシャンデリアなんですよ。ソファーの横が少し寂しいっていうご意見もいただいたので、シャンデリアのフロアランプを立てたら部屋の印象もぐっと変わるかなと思って購入しました。そうね、こちらもちなみにゴールでございますで、私シャンデリアのフロアランプ欲しいなと思っていて、ネットで調べていたら8万円くらいしたんですね、うんうん、でもフランフランではもっとリーズナブルに売っていて、照明系もそれぐらいのお値段でいろいろな可愛いものが売っていたので、とてもおすすめだよね。そうだね、うん、しかもね全然ねチープ感もなくて、お色味もゴールドとあとシルバーとかもあったりして、うん、お好きな色を選ぶといいよね。組み立てるのが楽しみと楽しみで、楽しみ本当にこれじゃあランザで組み立てるね。ありがとうございます。いや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 、これの完成姿もまたじゃあルームツアーの時に紹介しようか、うん、はい。ということで以上がクランフランでの購入品でした、うん、自分も購入品でした。ありがとう、見てくれて。やっとお部屋のインテリアだったり、うん、装飾品が変えて部屋が出来上がると思うので。そうだね、すごくいい買い物ができて、今回ほんとね、うん、8割9割方ぐらいまで完成したんじゃないかな、うんうん、ルームツアーの動画もね、うん、ぜひお楽しみにしていてほしいよね。そうだね、うん、でも私たちゴールドの購入品ばかりで確かにお部屋が同じカラーで統一するととても可愛いので、ね、ホワイトゴールドだったりブラックゴールドだったりとか、うんうんうん、シルバーでも可愛い
フランフランはいろんなカラーが充実しているので、そうだね、カラーごとにまとめた統一感も出すことができると思うし、うん、またフランフランに遊びに行きたいなと思いました。サイドテーブル系とかもすごく良かったから。そうなんですよ、あっちのベッドルームのランプ、サイドテーブルとか、あとここら辺になんか収納置いてもいいかな。そうなんだよね、あそこのスペースがちょっともったいないんだよね。あとゆりちゃんのお部屋のさ、ちょっとこっち側ね、こっち側、時間が足りなかった正直言うと時間が足りなくてね、閉店ギリギリまで見ちゃったね。閉店ギリギリまで見ちゃったし、もう大雨だったし、また時間がある時に見に行こうか。見に行こう。うん、ということで今日も最後まで見てくださりありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。それではバイバーイ。シーズーの新しいベッド行くよ、せーの、よいしょ。おおシーズー、おっ、どう、シーズーシーズーすぐ行くわー、心配して、心配すか心配すか、パンちゃん来た、パンちゃん来た。ちょうど2人入るかな、2人は入るかな、ちょっとギリギリか。お、行けたよ、およいしょ。どうだった？シジュふかふか大好きだもんね、クッション大好きだもんね。ポンちゃんどうかな、おさりおさりおさり、ポンちゃんもすごいじゃん、すごいじゃん、かわいいじゃん、おーゴロもできるね、ゴロもできるじゃん、かわいいね、気に入ってくれる、よかったね、気に入ってくれる、はい、ありがとう。